はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。おいおい、つうことで、本日はですね、今後、スカイビーチーということで、サマーミッションとか、スターレジェンドガチャとかで、混合賞が溜まってるってやつなのかにゃ、しょうがないにゃ、ちょっと使いたいにゃって人、多いんじゃないでしょうか。今回は、俺の中で今後おすすめしたいなっていうラインナップと、ま、と、それ以外、絶対これやった方がいいなってやつがまず項目として1あるんですよ。で、ネクストレベルおすすめコナンズヒントが2個目あるんで、で、3個目、六竜石ってたまに勧められてるけど、俺あんま推奨しないよ。どうなんみたいな、そんな話をしていきたいなって思います。はい。六竜石に関しては、いや、まあ結構勧められがちなんだけど、俺の中の持論があるんで、ちょっと紹介するわ。はい。で、ってことで、ほらやっていきましょう。一個目なんだけど、これは絶対におすすめしたいよっていうようなやつが一個あって、それがですね、バブですね。まあ、これね、俺もう、生きていれば生きているほど、というか、どんどんティアが上がっていく。このベルゼバブってやつは、こいつ、絶対的強者、君臨してますね、俺の中で。はい。今後使うのであれば、こいつに使っときゃ、マジ損ないって思ってる。うん。なんでかっていうと、できる幅が広がりすぎるね。ベルゼバブは、装備がなければないほど、早めに作れれば作れるほど、恩恵を感じられる、最強ナンバーワン、ティアワン、ゴッテス、今後使うべき、最強神石、神の石、召喚石、だと思ってる。はい。ここまで言うんですよ、俺が。俺、あんまり言わないからね。なんでかっていうと、損とかしちゃったりするからさ、その、あんまり強く言わないこと多くない？そんな俺がここまで言うという事実に震えてほしい。こいつはね、序盤にできればできるほどいいですね。というのも、肉集めとかも、ベルゼバブ殴りとかあるじゃないですか。強い人らって、あんまりベルゼバブ殴りを押さないんですよね。なんでかっていうと、最速ではないんだけど、その、最速までの間に、その最速バブ召喚の、下に、雲泥の差が結構あって、俺は特にそれを無課金グラブルで感じたんだよね。無課金グラブルって肉集めが結構大変だったんですよ。古戦場やったんだけど。結構大変で、いや、どうしたもんかねって思ってたんだけど、それがバブを手に入れられるだけで、とんでもなく、上がる。効率が。うん、ベルゼバブ召喚殴りとか、ベルゼバブ召喚アビリティ全ポチバーストみたいな動き方で、バブさんめちゃくちゃパワーで出せるんですよ。その装備が弱くても出せる最低値が上がったりするし、上級者でもバブ召喚は使えるしっていうことで、恩恵を受けるのは、序盤であればあるほど受けられるっていう、初心者を救済する見た目に似つかわしくないハイパー石だと思ってますわ。はい。ということで、まあ、今後使い道についてなんだけど、俺は絶対普遍強者としてベルゼバブを今は推してる。うん。そんぐらいって言うかもしれんけど、そんぐらいパワーあるわ。スターレジェンド10連ガチャもね、なんか回したいな。なんかでもベルゼバブ持ってない人は、ベルゼバブ出るやつを割と優先してもいいかもしれない。はい。とだけ言っておきます。ベルゼバブは。そんぐらい俺は生きていくほどにちょっと評価が上がっていってる石の一つで、ベルゼバブを押していきたい。今後おぬぬめですね。で、その、今後使用先で言うと絶対強者なんだけど、2番目悩ましいよね。まあ、ただ俺はね、2番目に関しては、まあ、ベリアルとかでいいかな。まあ、このあたり、ベリアルとかさ、水着ベリアルとか、まあ、あと好きな石。まあ、このあたりは、まあ、よく見る石。水着ティアマトとか。そのあたりとか、今後使ってもいいよね。幸せになれるよっていうタイプの石だな。まあ、ベリアルについてちょっと喋ってこうか。ベリアルはね、作って損ないね。サブ石メインになっちゃうんだけど、まあ、最大 HP が 30% 下がっちゃう代わりに、ヨダメが3万上昇っていう風になってる。この、ヨダメが3万上昇のおかげで、まあ、パワー上がるじゃないですか。最大 HP 30% ダウンっていう風になってんだけど、ヨダメ3万上昇なんですよ。ヨダメ3万上昇ってよくよく考えてほしいんだけど、ベンヌユミなんだよね。この、
下段スキルと同じだけの武器スキル1個分と同じだけの効果得られるって考えたらやばくない？で、HP30% っていう風に減るじゃないですか。で、HP30% の部分もデメリット的に見たらそんなに重くなくて、まあ、例えばだけど、守護の HP ってもともと、守護小が11%とかかな。で、まあ、過去とかがノリノリになって、両面マグナーだったら、まあ、30% ぐらい伸びるわけですよ。だから、バレグリことを一本、このキラ光線上にするぐらいの、すれば、HP 部分は、まあ、増えるわけですよね。カバーできつつ、よだめ3万乗るって考えたら、やばくねっすか。やばいよね。ということで、まあ、ベリアルのデメリットの部分って、あんまり俺は目をつぶっても問題ないと思ってて、まあ、よだめが、下段分伸びるって考えたら、まあ、アドだよね。うん。よっぽど痛くて、超高難易度で耐えきれませんよってなった時、ベリアル引っこ抜くんだけど、まあなんか武器スキル1個がサブ石でつくって考えたら、なんかでかい気するね。それ考えると、まあ六流石よりも価値的には高いと思う。六流石って、まあ、もともと 10% で、4凸すると 40% になるじゃないですか。30% 分のカゴ値が乗るんだけど、でも、まあ、これ、ベリアルは、下段が乗るって考えたら、スキル換算してもいいよね。ベリアルの方がお得かもね。まあ、とは言っておくわ。うん。まあ、水着ティアマトとかはそこら辺は数値で測れないので、まあ、各自お好みでっていうような感じになってるね。まあ、自分が必要になった時に、ああ、自分が必要だな、これがあればできるのになって思ったら、やるといいと思ってる。はい。で、六流石にもその話はかかってくるんだけど、六流石についてですね。俺、例えば、イーウィアとか、例えば、まあ、俺、イーウィアって、混合使ってとつったんだよね。あと、ウィルナス。うん。正直、やんなくてもよかったんじゃねえかって思ってる部分がある。もともと 10%。で、最近は4凸すると 40% になります。だから、混合を3つ使うだけで、加護効果が、30% 上昇するっていう風になってて、まあ、なんか作ったらいいんじゃない？強いんじゃない？って思うかもしんないけど、俺は正直思う。必要になった時にやるべきだと思ってて。うん。どういうことかっていうと、大きく恩恵を感じていないことが多い。俺の場合はね。うん。プラセボのこと多いと思う。じゃあ例えばフルオートで10ターンで倒せますって人が、その、イービア、無凸でね、10ターンで倒せますって人が、4凸して、9ターンで倒せんのかっていうと、まあ、実際ちょっとそのあたり、蓋開けてみないとわかんねえっつうか、例えば、強い人が編成上げてて、絶対、もう本当にコピーしてる。もう全部指輪厳選とか、そのもろもろで本当にやってんだけど、あと、マジでほんのちょっぴり足りねえんすわーってなった時に、ようやく貫突してもいいかな。必要になった時にやるべきだと思ってて、イーウィア、まあ、イーウィアというか、まあ、六流シリーズ系統って、うん。そのあたりがね、ちょっと俺はあんまり見て、パワーの上昇を感じることがなかった。必要になった時にやったら多分感じられるんだと思うんだけど、よくわかんないけど、加護効果 30% 伸びるってやばくねっすか？うわ、頑張ろう、ビッグになろうっつってなんかとつったら、ちょっとビッグになれないかもしれない。思ったよりビッグになれなくて、ビッグじゃないなーってなっちゃうかもしんないなとは思うね。わいわね。はい。まあ、ミカエルの加護効果が 20% でしょ？ミカエルの加護効果 20%。これちょっと入れてみ、まあ、ミカエルのパワー差とかもちょっと見てみる。まあ、ミカエルを入れて、こんなにパワーが伸びるなんて素晴らしいですってなったらウィルナス突るみたいな。なんか本当に足りなくなった時に突るべきだと思う、六流石は。俺は正直、まあ、別に、なんか、いつか素引きすりゃいいやなって思って、まだフェディエル突ってない。例えばね、俺の場合は、俺結構混合持ってるんですよ、実は。俺結構混合持ってるんだけど、なんで混合持ってんのかってケチってるからなのね。そんなケチってる俺は、
六流石はケチってもいいんじゃないか判定に入っているっていう。そんな石をケチってるミザ君は、ベルゼバブの凸を推奨しているっていう、この事実。金剛杖を持っているのは金剛杖を今までケチりにケチってケチりまくってるからだよね。なんならまだ八島凸ってないしな。はい。まあ、そんなミザ君ですが、はい。六流石、いや、金剛杖の使い道について、一向にしていただければなと思います。参考になれば幸いです。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。